どうも、ベネレスパースがやっていきたいと思います。はい、本日は、今、様々な両ガチャが存在しております。そして、これからね、年末年始にかけて、さらにいいガチャが実装されると予想されます。無課金、未課金、課金者に合わせて、どのように立ち回っていくべきなのか、解説させていただこうかなと思っております。まず、今存在するガチャとしましては、4周年記念、キャプテン翼、東方学園ピックアップガチャ。で、キャプテン翼、コラボ記念ガチャ。で、キャプテン翼、大空翼、超ピックアップガチャ。で、キャプテン翼、コラボ記念、優勝限定ガチャ。そして、ビギナー応援の火曜山高校ガチャ。ギガント学園高校ガチャ。で、モンスター高校ガチャとなっております。下3つ、未課金、無課金は絶対に引かないでください。まあね、いいように見えるんですよ。欲しいなと。最近始めた方はね、特に欲しいなと思ってしまうんですが、このモンスター高校、そしてギガント学園高校のガチャは全員常設です。普通のガチャで出るし、チケットでも出るキャラですので、絶対に引かないでください。課金者の方も、このギガントは絶対引かない。で、モンスターも基本的に引かない。東方学園で、キメラ、この左から2番目のキャラ、使えはします。結構強いです。でも、今は引くべきではないです。これ引くなら、上のガチャ回しましょう。東方学園、そして南葛高校の、ガチャを回して、ワンチャンそこでもね、出ますので、まあそちら回した方がいいと思われます。唯一課金者限定で引くとすれば、海王山高校ガチャ。これはね、本当に上のガチャでほぼほぼ45、50なってますよ。という方が手出すぐらいのガチャなので、もうほぼほぼ手は出さないのかなと思います。この中のね、アユ、カルロス。この辺が、南葛高校、そして東方学園高校で、結構使えるキャラとなっておりますので、まあ、引くとすればこれかな。でも引かないでください。引かない方がいいです。はい。そして、まあ、一番ね、課金者で引いてほしいのは、美課金の方もそうなんですけども、キャプテン翼、コラボ記念、優勝限定ガチャ。これは引いた方がいいですね。前々からこれは引いた方がいいよと言っておりますが、やはり、10連目で、SR 以上確定。ピックアップの SR 以上確定。そして30個で回せます。しかもおまけが結構豪華ということで、まあ、これはゲットしておいた方がいい。ここで岬を当てれば結構ありがたいですね。はい。まあ、自分はね、これ、今無課金アカウントの方でログインさせていただいておりますので、優勝ガチャは0。もちろん完全無課金ですので、優勝ガチャは0となっておりまして、これは引けません。まあ、無課金の方は諦めましょう。そして、この残り3つなんですが、まず、これからいこうかな。キャプテン翼、大空翼、超ピックアップガチャ。これはね、無課金、未課金は引かないでください。まあ、正直なところ、まあ、大空翼、ファンはいっぱいいると思います。まあ、確かにね、PSR50 で練習効果アップ 30% 強いです。強いんですけども、自分の課金アカウントでね、大空翼のこのガチャ引いて、100連で50にすることができました。まあ、チケットで1枚 SR を当てた上で100連かかりました。ってことはパワースター500を使うんですよ。結構厳しいです。まあ、100連ぐらい引けば、なんか、ほぼほぼ確定で PSR50 にすることができるっていうのは結構な旨味かもしれませんが、無課金、美課金がすることではないと思う。まあ、課金してる方は、もう必ずと言っていいほど、この大空翼50にした方がいいと思ってます。南葛高校ではもう大空翼を外すデッキはありえません。やっぱ翼の名言もらうためにこのキャラを踏む回数が多いのでこのキャラを外すことはありえないんですよ。それぐらいなので、配布されてるというキャラなんですけども50にした方がやっぱ強いです。強いので、まあ、課金してる方はしましょう。まあ、ワンチャンねうまくいけば50連とかで自分のフレンドとかはPSR50 になりましたと言っておりました。無課金、美課金にはちょっと闇が深いので、引かないでください。特に50にすれば強いっていうキャラなので、おすすめできません。まあ、42、44、46、48でも強いよって方ならば、じゃあ、強いっていうキャラならばおすすめはするんですけども、やはり50の練習効果アップ 30% が強いキャラですので、これはスルーしましょう。無課金、美課金が引くとすれば、この上2つです。上の、東方学園の方は、センターフォワード、ST。まあ、フォワードですよね。フォワード作りたいよって方は、上。
で、ミッドフィルダー作りたいって方は下っていう形になっておりますが、期限を見てください。1月15日金曜日13時59分までです、両方ともね。ってことは年末年始のガチャを見てから引けるんですよ。まあ正直ね、ガチャっていうのはやっぱり引きたい欲が強くなってしまうんですよ、日々ね。まあそれを我慢しろっていうのは厳しいかもしれませんが、今後強くなりたいなって方は年末年始まで待った方がいいのかなとは自分は思います。やっぱり次のガチャを見てから引けるっていうガチャはできるだけ後で引きたい。まあ正直みんなにね、遅れは取ると思いますが、様子見た方が自分はいいと思ってます。年末年始のガチャはね、歴代強いキャラばっか実装されてるんですよ。1周年の時は袴のアレン、その次がタキシードミネ、その次が袴の桜葉、これが全て当分人権キャラとなって使われてるんですよね。タキミネ未だに使われております。峰はあの当時ではもうぶっ壊れの練習効果アップ 30% 持ってたからね、 PSR50 で。なので未だに使われてるキャラです。まあ東方学園とは、両利きの金属が被ってしまって入れづらいって方になって、入れづらいキャラになっておりますが、上位の方でもね、たまに入ってる時あるんでね、なので俺は年末年始にかけてもいいのかなと思います。まあ自分みたいね、こういうちょっと中途半端な引き方、今回はありだと思う。いつもは自分は確定まで引けるならば、ガチャ引きましょうと言ってます。やっぱ PSR までもらえて強いというね、ガチャばかりなので、そういうことを言わせていただいておりますが、まあ、こういう時期、まあ、ガチャが乱立する時期、年末年始ですよね。4周年からの年末年始、まあ、今年はキャプテン翼のコラボも来たんで、もうすごいガチャが来ております。まあ、そういう時はもうしょうがなく、自分の目ぼしいキャラが当たれば、撤退。まあ、これはありだと思う。自分の無課金のガチャはね、もう完引きさせていただいて、40連で、全て確保できました。そして、南葛高校は、まあ、20連で三崎確保できてまして、チケットの方で、新田、三杉、松山はゲットすることができました。なので、もう完全撤退しました。まあ、この、キャプテン翼コラボ記念ガチャの方は、もう目玉がもう完全に三崎です。この上の方はね、結構、分かれていると思うんですけども、この下は完全に岬です。岬が目玉です。なので、岬を引いたら撤退っていうのもありだと思う。まあ逆に、まあ東方学園の方はね、まあ自分の理想としましては、他の高校、これから生き残るキャラとしましては、若島津が多分一番生き残ると思ってるんですよね。それならば、若島津ゲットして、もう日向君はフレンドに借りると。まあそういう形を決め切って、もう若島津だけ引くっていう方もいます。まあ沢田くんはね、まあ金徳プラスが出てるものですので、まあそれをね、別キャラで取れるよっていう方は、最悪スルーしてもいいかなと思ってますね。で、もし、ガチャを我慢して、我慢して、年末年始まで待つ方は、ワンチャンチケットで出ます。はい。まあ、チケットの非常設のところで限定キャラとしまして、こちらの9体が出るようになっております。こちらで我慢するのもありなのかなと思いますね。でも結局、やっぱ年末年始、クリスマスのキャラもこれから実装されます。まあ、このチケットガチャ、ミキサーガチャの方も、さらに増えると思います。まあ、スゴガチャになった場合は、チケット、ミキサーは排出されませんが、普通のガチャで年末年始っていう方ならば、来るんですよね。ここの枠にさらに増えてきますので、まあ、チケットもできれば待ちたい、我慢できたいのであればチケットは引きましょう。当たるかどうか分かりませんが、チケットぐらいならまあ引いてもいいのかなと思ってます。まあ、自分のサブアカの方は SR の、100% の方が5枚貯まれば引くっていうルールでもうずっと続けておりますので、まあそういう形を取らせていただいておりますが、まあ我慢できない方は引きましょう。でもできれば年末年始まで待った方がいいと思われます。まあこんな感じでね、解説はさせていただきましたが、要点をまとめると、まあ、年末年始まで待った方がいい。待てる人は待った方がいい。待てない方は引きましょう。まあ美課金、無課金で引くとすれば、この東方学園、そしてこのキャプテン翼のコラボ記念ガチャ。で、美課金の場合は、これだけは引いといた方がいい。
キャプテン翼のコラボ記念優勝限定ガチャは引いといた方がいいと思われます。で、課金者に行けば、キャプテン翼の大空翼の方も引いちゃって50にした方が軟活候補、強く、ね、なりますので、まあ引いちゃってもいいと思われます。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おべたでした。さよならー。